なんとか刃物野郎を追っ払えたぜ。だが身動きは取れそうにねえな。理解不能。リチア様まで巻き込むとはどういうつもりだ。リチアを連れて逃げろっつったのはてめえだろうが。言われた通りにしただけだよ。それに俺はこいつの言葉を信じたんだ。泳ぎは得意だってな。文句あるか、リチア。いいえ、望むところです。さっきの刃物野郎はお前を哀れなおもちゃって言ってたけどよ、お前もリチアを人形扱いじゃねえか。ただ守ればいいってもんじゃねえだろう。必要な時にはきっちり協力してもらう。それが仲間ってもんだ。自分には人の思いが理解不能だ。自分は偽りのスピリアが宿っただけの出来損ないなのだろう。ならばこんな偽りのスピリアなど捨て、完全なものに戻りたい。ただの機械ならフロアセラフトの性能差に恐怖を感じることなくリチア様をお守りできるのに。クンツァイト、あなた恐怖を感じているの？これが恐怖と呼べるのなら170年前の自分には存在しなかったものです。ですが今はクロアセラフを前にすると明らかな性能の低下を感じるのです。これは人の言う恐怖と酷似しています。ならそれに勝ちゃいいだけだろう。シングのバカはやってみせたぜ。あのバカにできててめえにできねえわけねえよ。理解不能。機械人の自分にそんな日が来るとは思え。フンツァイト、火の下に戻りましょう。少しは雨を避けられます。自分はただの機械です。雨にも風にも何も感じない。外は雨でも平気、泣かないで目を閉じて、暗闇も怖くない、伝わるぬくもりが、触れ合うスピード。その歌はもしかして母さん？そう、昔私がアイオラに教え、赤ん坊のあなたに歌って聞かせた子守歌。そして遥かな昔、クンツァイトが温かい歌だと褒めてくれた歌です。本当に嬉しかった。だって私の守護騎士は歌を温かいと感じる優しいスピリアを持っていたのですもの。あれはただフローラ様の言葉を真似ただけです。いいえ、私が嬉しいと感じる言葉をあなたは選んでくれた。それがただの偶然のはずがありません。クンツァイト、あなたなら必ずクロアセラフにも勝つことが、恐怖を乗り越えることができるはずです。リチア様、本当にそんな日が来るのでしょうか？あら、私はあなたの主でしょう。主の言葉を信じられなくて。さあ戻りましょう。雨は冷たくなくても人は一人だとスピリアが凍えてしまうもの。リチア様、ご無事で本当に本当に良かった。そう感じるこの思いだけは誰かに設定されたものではないと、真に自分のものだと信じたい。信じなさい。それはあなただけのものよ。なんだ、歌が聞こえる。この歌は
けた、エサイたちだ。心配させておいてのんきに歌なんか歌ってるよ。うるせえよ、さっさとこっから助けろ。だがな、助けようにもこの激流じゃどうすりゃいいのか。ここはカル様が一人ずつ抱えて飛ぶしかなさそうです。やれやれ、仕方ないな。困ってるみたいだね。じゃあ僕が助けてあげるよ。ついでにこの世の苦しみ、クリードの恐怖からもまとめてね。化け物め。そんな風に言わないでよ。世界一つを皆殺しにしたその女の方がよっぽど化け物だろ。そんな罪人にクンツァイトが使える価値なんてあるもんか。僕が罰を与えてやる。断末魔の絶叫がクンツァイトの魂を解き放つよう、とびっきり愉快にね。要請する、リナ。頼む、みんな。リチア様を守るため自分に力を貸してくれ。Thank you.
絶望と恐怖に満ちた断末魔を聞かせてくれ。どうしたの？手に暴れるのここまでだ。もっと強くなる。この力で琥珀を守る。戦闘パターン記憶。さらなる高みを目指す。自分が汎用型の自分がエース型をやりゃできるじゃねえか。あのイカレポンコツめ、僕たち相手に戦おうなんておこがましいんだよ。わわわわわわわ、こいつまだ生きてるよ。早くそいつから離れろ。なぜだ軍隊と、なぜ僕にその首を刈らせてくれない。なぜなんだ。ペリル、ダメ。
クロアセラフコアくん、コアくん、しっかりして。あ、僕のせいでコアくんが傷が吹け。こんな応急処置じゃどうにもならねえ。だがこんな山の中じゃこれ以上の治療は。紅茶だよ。この先にブランジュって村があるんだ。小さな村だけど薬も手に入る。ベリル、あなたはなぜそんなことを知ってるの？ブランジュは僕の生まれた村だからさ。何でもいいから行こう。琥珀を助けなきゃ。守護騎士クロアセラフ、あれがクオーティアの戦闘兵器のパワーなのね。クオーティアの戦闘兵器。皇帝、我々機械人には使用目的によって6つのクラスが存在する。まずナンバーズと呼ばれる単純作業タイプのセカンドからテンス型、そして自分の属する汎用ジャック型、思念術能力に特別なチューンを加えたインカローズたちクイーン型、人の形を取らないキング型、ホランダームのように研究管理性能を強化したジョーカー型、最後に純粋に戦闘目的のみで開発されたクロアセラフたちエース型だ。汎用型の自分が戦闘型のクロアセラフを撃退するなどスペック的には絶対に不可能だ。そんなことないさ。だってグンサイトにはユキがあるじゃないか。そうよ、たとえ叶わないと分かっていても戦闘型のクロアセラフに立ち向かうとても強いスピリアがあなたにはある。ユキか。だが自分が恐れるのはその制御しきれないスピリアなの。それは私たちも同じよ。スピリアを完全に制御できる人間なんていやしないもの。そうさ、悩んだり苦しんだり迷ったり、でも大切なもののためには戦う。それが勇気だろ。クンツァイトのスピリアにはきっとあるんだよ、勇気が。理解不能。クンツァイト、よく無事で。こうして話をするのも何年ぶりでしょう。53億7210万11秒約170年ぶりです、リチア様。あなたは
インカローズとの戦いで死んでしまったと思っていました。申し訳ありません。自分はクリードを今度も止められませんでした。いいえ、あなたがいなければ私は琥珀を犠牲にしていたでしょう。どれほど感謝しても足りません。ありがとう、クンツァイ。リチア様。主の邪魔はさせん。さあ先に進みましょう。すげえ。イネスを怒らせちゃいけないね。
抜ける。私はただ自分の信じる道を行くのみだ。その先に希望があると信じてね。になってんぞ。よっしゃ、さらなる高みを目指す。